君とは、いや、俺は誰とも戦わない。たった一人の例外を除いてね。若いな。お前ならすぐに俺を超えるだろう。教えてやってもいい。ああ、そう。まず大切なのは、このハードなトレーニングメニューを続けられるかどうか。続けることだ。どんなに辛くてもな。はい。もちろん1日3食きちんと食べろ。朝はバナナでもいい。極めつけは精神を鍛えるために夏も冬もエアコンを使わないことだ。最初は死ぬほど辛い。1日くらい休もうかとつい考えてしまう。足が重く動かなくなってもスクワットをやり、腕がプチプチと変な音を立てたら腕立てを断行した。変化を剥げるくらい死に物狂いで己を鍛え込むた。それが強くなる唯一の方法だ。自分で変われるのが人間の強さだ。すっげー、マジかよ。強くな、強くあれ。それは守った。え、なんだこの生意気な。試してみたらいい。今ここででも OK。 ことが荒立つことは避けられんでしょう。さあ、迎え撃つより他手がない。待ちわびた。え忘れぬものだ。親父、俺は戦いたいっつってんだぜ。耳遠いのかい。誰だお前は。なあバギー、もういい加減によ。たまらねえ、抱きしめてやりてえ。親父、俺と戦ってくれ。小僧が。その技術どこで覚えた。おじけづいてるのかい。やろう、俺に技を使わせやがった。それともまさか本気で俺なんかにビビってんじゃないだろうな。へえ。見えづいてるぞバキ。
様が手を抜き。誰かより強いとか弱いとか、もうそんなことには興味がないんだ。おい、明日は特売日だから行くの無理だしな。かなり急げば間に合うんだな。行くぞ。はい先生。よく見る夢がある、ヤツミ。手も足も出ぬ夢。勝てるかの、バキは。首は。この試合、ここで決着を見ると。そういうことだろうが、考えてみろ。もう遠い存在じゃねえ。誰だお前は。これがハンマゾロ。